役役所発行声の広報令和2年2020年12月25日発行第2341号声の広報をお聞きの皆様いかがお過ごしですか今回の広報は60分テープ2巻組ですはじめに目次をご紹介しますテープ第1巻 A 面お知らせ4件次回の広報新宿は1月1日に発行します 年末年始の区役所の業務休暇分散化へのご協力を「新宿コール」1「1年末年始に急病になったら新宿ビジネスプランコンテスト」2「2駐輪施設」「テープ第1巻 B 面」3「3広げよう支え合いの輪」「支える役王子の講座」4「4福祉のコーナー」「高額障害福祉サービス等給付費」5 全世代向けの多彩なイベントのコーナー「ワクワクスポーツ体験プロジェクト」「6」「子ども教育のコーナーみんなの区民ギャラリー展ワークショップ」「7」「図書館の催し」「テープ第2巻 A 面」「8」「2020新宿区政この1年」「9」「新型コロナ関連情報」「四谷税務署新宿税務署からのお知らせ」 令和2年分の公的年金等の源泉徴収票10詐欺被害防止一言アドバイスマイナンバーカードテープ第2巻 B 面11区関連観光所情報人材募集のコーナースマートフォンタブレットで区政情報12区民保養施設の利用申し込み暮らしのコーナー区長年頭の挨拶 口座・催しなどの申し込みで記入例の通おり記入しとご案内する場合ハガキやファクスの記入例とは次の事項を言います 1. 座催し名以上のほか往復はがきには返信用にも申し込む方の住所・氏名を忘れずにお書きください。 宛先は各記事の申し込み先です費用を特にご案内しない場合は原則として無料です新宿区役所のホームページアドレスは http コロンスラッシュスラッシュ www.city.shinjuku.lg.jp 携帯電話版は http コロンスラッシュスラッシュ w w w c i t y dot s h i n j u k u dot l g dot j p slash m slash です。区のサービス手続き施設案内は新宿コーをご利用ください。電話は三二零九の九九九九番、ファクスは三二零九の九九零零番です。土曜日日曜日夜間もご案内しています。時間は午前八時から午後十時まで。新宿区公式ツイッター、フェイスブックもご利用ください。 災害関連情情報報や最新の区政情報を即時に発信しますアカウント名は新宿区区政情報課区公式ツイッターは「SHINJUKU」「アンダーバー INFO」「区公式 Facebook」は j です「カセットテープ版声の広報」をご利用の方はお聞きになりましたテープをなるべく早めにご返送くださいますようお願いいたします。 レイジー版および CD 版をお聞きの方は変装の必要はありませんのでお手元に置いてご活用ください声の広報の内容に関するお問い合わせは「不正情報課電話3209/1111番」へどうぞそれでは最後までどうぞごゆっくりお聞きくださいお知らせ4件 まず次回の広報新宿は1月1日に発行します。1月5日号はありません。次の次の回は1月15日号です。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話52734064、FAX52725500 へ。次、年末年始の区役所の業務。 区役所特別出張所保健センター等12月29日火曜から1月3日日曜は休みます。区立図書館等の休館日は施設により異なります。詳しくは各施設にご確認ください。広報新宿12月15日号でもご案内しています。次、新型コロナ感染拡大防止に向けた休暇分散化へのご協力を事業者の皆様へ 区では感染拡大防止のため、職員の休暇の分散化を図り、年末年始の前後、12月21日から1月8日まで、必要最小限の体制で業務を行います。事業者、区民の皆様にも、年末年始の休暇分散化にご協力をお願いします。次、新宿コール、新宿区コールセンター、電話3209-9999、フックス、 3209-990012月31日木曜から1月3日日曜までは休止します12月31日木曜も臨時休止します定休と合わせ12月31日木曜から1月3日日曜までの4日間休止します以上お知らせでした1年末年始に休病になったら 12月29日火曜から1月3日日曜まで風邪等の症状がある方は、まずは電話で相談を急診する医療機関が多くなる年末年始に急病になった際の医療機関の受診方法をご案内します新型コロナの感染が続く中で、インフルエンザの流行期を迎えています風邪等の症状がある方は、次の内容を参考にまずは電話でご相談ください 風等の症状がある場合、発熱咳、痰、味覚嗅覚異常全身倦怠感頭痛など新型コロナの疑いがある症状かかりつけ医が年末年始も診療しているかかりつけ医に電話で相談かかりつけ医がいないまたはかかりつけ医が年末年始に診療していない次の相談先1または2に電話で相談。 紹介された医療機関へ電話で相談どちらもかかりつけ医医療機関の指示に従って受診診察の上必要に応じて新型コロナやインフルエンザの検査等相談先1東京都発熱相談センター電話5 3 2 0 4 5 9 2 2 4時間受付聴覚障害のある方は東京都新型コロナウイルス感染症相談窓口 ファクスへ2新宿区医師会区民健康センター電話32082223午前9時から午後10時までなお症状はないがかかっているか不安等新型コロナに関する一般的な相談は東京都新型コロナコールセンター電話0570550571午前9時から午後10時までで応じています。 聴覚障害のある方は1でお知らせしたファクスで「風邪等以外の症状の場合診療を行っている医療機関を新宿区医師会ホームページ HTTPS コロンスラッシュスラッシュ「ひまわり」等で確認の上受診してください。 新宿区医師会区民健康センターでは、電話で医療機関をご案内しているほか、内科、小児科の診療を行います。受診する際は、電話で必ず症状を伝えてからおいでください。東京都医療機関案内サービス、ひまわり、電話52720303、24時間自動応答、外国語、英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語による案内は、 電話５２８５８１８１午前９時から午後８時まで聴覚障害のある方はファクス５２８５８０８０ホームページ ｈｔｔｐ コロンスラッシュスラッシュ ｗｗｗ ドット ｈｉｍａｗａｒｉ ドット ｍｅｔｒｏ ドット ｔｏｋｙｏ ドット ｊｐ スラッシュ新宿区医師会区民健康センターの診療 新宿7-26-4電話3208-2223午前9時から午後10時まで診療時間内科午前9時から午後10時まで小児科午前9時から午後5時までいずれも受付は診療終了の30分前まで休日歯科当番医診療時間午前9時から午後5時まで表合日、医療機関名 所在地、電話番号の順です。12月29日火曜、入間尻歯科医院、新小川町6-40-3260-1001、大島歯科医院、西早稲田3-1-6-3203-9597、30日水曜、四ツ谷通り歯科クリニック、四ツ谷2-3、四ツ谷佐藤ビル1三3358-4282、 栗原歯科医院、中落合1-14-4安田ビル1階3565-233431日木曜、中村歯科四谷診療所四谷1-18高山ビル4階3355-3835海老名歯科医院、西二の十2-11-243200-48181月1日祝日 西歯科医院若宮町1432607337熊倉歯科医院歌舞伎町1-28-3武井ビル3階320504742日土曜中西歯科医院市ヶ谷田町1-3クレセントビル2階52615525広木歯科クリニック下打合4-6-14 アネックスビル202395438283日日曜甲谷屋歯科医院払方町15小暮ビル2階52611515西早稲田歯科西早稲田1-21-2明日西早稲田南ウィング20352868200なお当番位は変更することがあります。 各医療機関に電話でご確認ください以上「年末年始に急病になったら」でした続いて新宿ビジネスプランコンテストイベント最終審査を映像配信新たなビジネスが生まれる瞬間に立ち会いませんか新宿ドリームアクティベーション 3U35 新宿ビジネスプランコンテスト 35歳以下の6名の若者が革新的ビジネスプランをプレゼンテーションし、うち3名を表彰します。審査の様子は、区公式 YouTube チャンネル、新宿区チャンネルで配信します。限定公開。申し込み者に動画ページの URL をお送りします。2月3日水曜午後5時以降視聴か。内容、プレゼンテーション審査、表彰式。 申し込み、所定の申し込み書をファクス等で産業振興課産業振興係ビス新宿四階西新宿六の八の二電話三三四四零七零一ファクス三三四四零二二一へ詳しくは新宿ビジネスプランコンテストホームページ QR コードがあります HTTPS コロンスラッシュスラッシュ S.H.I.N.J.U.K. U. ハイフン S. D. A. .C. O. M.。でご案内しています。申込書も取り出せます。昨年度の様子の写真が三枚あります。一枚目審査公表。二枚目プレゼンテーション。三枚目表彰式。写真終わり。二。駐輪施設。自転車等駐輪場。 路上自転車等駐輪場、自転車等整理区画、自転車原付の駐輪施設を定期利用する方へ、令和3年4月から4年3月までの定期利用者を募集、現在定期利用している方も4月からの利用申請が必要です。今回は明治通りより西側エリアの区営駐輪施設の利用を希望する方へのご案内です。 なお、4月1日から明治通りより東側エリアの区営駐輪施設を民間事業者による運営に変更します。詳しくは、この後の明治通りより東側エリアの駐輪施設をご利用の方へ、をお聞きください。駐輪施設は、イベント開催や工事等で一時的に利用できない場合があります。また、原動機付き自転車の駐輪施設利用は 排気量が 50cc 以下の第1種原動機付き自転車に限ります。第2種原動機付き自転車、自動二輪車、ミニカーは対象外。一部の駐輪場では、収容台数を大幅に上回る応募があります。駐輪場を一時的に利用する方は、1日利用、時間利用をご活用ください。申請期間、1月6日水曜から2月1日月曜まで、 問い合わせ新宿区自転車対策コールセンター電話527338963月31日水曜まで土曜日曜祝日等を除く午前8時30分から午後5時30分まで1月6日水曜から2月1日月曜までは午後7時まで駐輪施設の申請窓口この後読みます。 交通対策課、自転車対策係、本庁舎7階、電話5273-4144、ファクス3209-5595。駐輪施設申請窓口。次の表の通り、各窓口の受付時間は午前7時から午後7時まで、日曜・祝日を除く。なお、高田のばば駅第一自転車等駐輪場は、 午前5時から翌午前1時まで、日曜・祝日も受け付け、高田の馬場駅第2自転車等駐輪場は、午前7時から午後9時まで、日曜・祝日を除く。交通対策課自転車対策係、本庁舎7階、特別出張所でも申請を受け付けます。午前8時30分から午後5時まで、土曜・日曜・祝日を除く。 自転車等駐輪場4駅7カ所表、駐輪場の名称申請窓口の順です。高田の馬場駅第1、高田の馬場駅第3、高田の馬場駅第1自転車等駐輪場、高田の馬場4-10-2、新宿リサイクル活動センター地下1階、電話5386-3310、高田の馬場駅第2、 高田の馬場駅第2自転車等駐輪場高田の馬場2-19電話33684032新大久保駅新大久保駅自転車等駐輪場百人町2-3電話52854607下落合駅中井駅南中井駅北中井駅北自転車等駐輪場 中落合1-18先電話3954-6211表終わり高田の馬場駅第1第3下落合駅中井駅南北新大久保駅は原動機付き自転車も利用できます定期利用期間1ヶ月3ヶ月6ヶ月12ヶ月から選択利用時間 高田の馬場駅第1午前5時から翌午前1時まで1月1日から3日までは休み高田の馬場駅第2午前7時から午後9時まで日曜祝日年末年始は休みそのほかは24時間路上自転車等駐輪場3駅28箇所表駐輪場の名称申請窓口の順です。 東新宿駅4カ所新大久保駅自転車等駐輪場百人町2-3電話5285-4607新宿駅19カ所新宿駅西口駐輪センター西新宿2-1電話3340-0448落合駅5カ所中井駅北自転車等駐輪場 中落谷1-18先、電話3954-6211、表終わり。道路上に駐輪機、ラックを設置した駐輪場です。原動機付き自転車の定期利用はありません。定期利用期間、利用時間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月から選択、いずれも24時間。 自転車等整理区画、6駅20区画、表、整理区画の名称、申請窓口の順です。新宿駅7区画、新宿西口駅1区画、西新宿5丁目駅1区画、新宿駅西口駐輪センター、西新宿2-1、電話3340-0448、高田の馬場駅 6区画高田の馬場駅第1自転車等駐輪場高田の馬場4-10-2新宿リサイクル活動センター地下1階電話5386-3310大久保駅2区画新大久保駅自転車等駐輪場百人町2-3電話5285-4607落合南長崎駅 三区画、中井駅北自転車等駐輪場。中落合一の十八先。電話三九五四六二一一。表終わり。道路上に暫定的に整備した駐輪区画です。駐輪機ラックはなく、区画内に順番に駐輪します。原動機付き自転車も利用できます。定期利用期間、利用時間。十二ヶ月のみ。 いずれも二十四時間定期利用の料金表自転車等駐輪場区分一般学生の順です自転車一ヶ月千八百円千四百円自転車三ヶ月五千円四千円自転車六ヶ月一万円八千円自転車十二ヶ月二万円一万六千円 原動機付き自転車1ヶ月3000円2400円原動機付き自転車3ヶ月8400円6600円原動機付き自転車6ヶ月16800円13200円原動機付き自転車12ヶ月33600円26400円表終わり同じく表 路上自転車等駐輪場区分一般学生の順です。自転車一ヶ月六百円五百円。自転車三ヶ月千七百円千四百円。自転車六ヶ月三千四百円二千八百円。自転車十二ヶ月六千八百円五千六百円。自転車等整理区画区。 自転車12ヶ月5000円。原動機付き自転車12ヶ月8,000円表終わりなお高田の馬場駅第1高田の馬場駅第3高田の馬場駅第2新大久保駅下落合駅中井駅南中井駅北東新宿駅新宿駅落合駅の駐輪場新宿駅の一部を除く。 1>, 1日利用時間利利用用もできます事前申し込み不要1日利用の料金自転車100円原動機付き自転車200円時間利用の料金自転車2時間以内無料その後は24時間につき100円原動機付き自転車自動二輪車2時間以内無料その後は1時間につき100円 申請方法。この記事でご紹介した申請窓口に必要書類をお持ちください。交通対策課では、郵送申請、電子申請も受け付けます。郵送、電子申請、2月1日月曜消し印有効までに、郵送は交通対策課、自転車対策係、郵便番号160-8484、歌舞伎町1-4-1、 本庁舎7階へ。また、電子申請は、新宿区ホームページからお申し込みください。申請に必要な書類、利用申請書、電子申請の場合は不要。申請書は、申請窓口、交通対策課、特別出張所で配布しています。新宿区ホームページからも取り出せます。申請書のほか、個別に必要な書類、 学生の方は学生証のコピー。自転車等整理区画を申請の方は不要。原動機付き自転車の利用を申請する方は、標識交付証明書、税務課で発行のコピー。利用料の減額免除の対象になる方は、減額免除申請書、申請窓口で配布。新宿区ホームページからも取り出せます。手帳のコピー。 保護証明書など減免の対象であることが分かる書類利用料減額免除の対象者身体障害者手帳愛の手帳精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方生活保護を受けている方中国残留法人等支援を受けている方申請後の流れ 申請数が収容台数を超えた施設は抽選を行います。抽選の有無にかかわらず、申請の結果は3月上旬に申請者全員に郵送でお知らせします。当選した方は交通対策課から郵送する利用申請結果通知、納付書と利用料金を指定の自転車等駐輪場等にお持ちの上手続きしてください。新大久保駅、 中井駅南北自転車等駐輪場はゲート式駐輪場のため定期利用カードの登録が必要です利用料金は指定の銀行郵便局等から振り込みができます抽選に外れた方には補欠通知をお送りします空きが生じた場合3月25日木曜以降補欠番号順にご案内しますなお4月から 自転車等駐輪場、路上自転車等駐輪場を1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月で定期利用し、令和3年3月まで利用を継続する場合は、利用有効期間内に改めて手続きが必要です。明治通りより東側エリアの駐輪施設をご利用の方へ、4月1日木曜から次の駅の駐輪施設は、 区営から民間事業者による運営に変更します。曙け橋駅、飯田橋駅、市ヶ谷駅、牛込かぐら坂駅、牛込柳町駅、かぐら坂駅、国立競技場駅、品野町駅、新宿御苑前駅、都電早稲田駅、四谷駅、四谷三丁目駅、若松川田駅、早稲田駅、これに伴い、 時間利用の空き状況がインターネット上で確認できるようになるほか電子マネー等の IC 決済が利用できるようになりますなお現状の利用実態を踏まえた効率的な運用を目指すため定期利用や原動機き付き自転車が利用できなくなる駐輪施設があります詳しくは広報新宿のちの号と新宿区ホームページ等でご案内します以上 駐輪施設でしたここでテープ第1巻 A 面を終わりますそのまま裏返して引き続きお聞きください聞きください聞きください聞きくテープ第1巻 B 面3広げよう支え合いの輪高齢者が安心して暮らせる地域づくりを進めています1生活を見守りながらぬくもり頼りをお届けします 75歳以上で一人暮らしの方が対象。月2回、75歳以上の一人暮らしの方のご自宅を訪問し、元気な様子を確認しながら、情報誌、ぬくもりだよりをお届けしています。現在、感染予防策を講じながら訪問しています。事前に地区の民生委員が生活状況や訪問配布の希望を伺い、その後、希望者に配布員がお届けします。 ぬくもりだよりには季節の話題や簡単な料理のレシピ、高齢者が利用できるサービスなど、生活に役立つ情報を掲載しています。特別出張所や高齢者総合相談センターでも配布していますので、訪問配布の対象でない方もご覧ください。問い合わせ、高齢者支援課高齢者相談代理係、電話5273-4594、 ファクス52720352へ。なお、1と次の2は重複して利用できません。いずれかをご利用ください。2、地域見守り協力員が訪問し、生活を見守ります。75歳以上の一人暮らしの方、または75歳以上のみの世帯の方が対象。日中に同様の状態となる世帯もか。地域見守り協力員、 地域のボランティアが月2回程度ご自宅を訪問します現在感染予防策を講じながら訪問しています希望する方はお問い合わせください地域見守り協力員ボランティアを募集しています高齢者のご自宅の見守り活動のほか定期的に開催する連絡会で協力員同士の情報交換や研修等も行います詳しくはお問い合わせください 問い合わせ区社会福祉協議会地域活動支援課電話52739191ファクス52733082へ3地域の事業者が高齢者を見守ります高齢者に身近な事業者が業務中に気づいた高齢者の異変を高齢者総合相談センター等へ連絡し関係機関と連携して地域の高齢者を見守ります 問い合わせ、高齢者支援課、高齢者相談第二係へ。高齢者を見守る事業者を募集しています。高齢者が安心して暮らせる地域づくりに協力いただける事業者を募集しています。登録事業者の例、新聞販売店、利用室、美容院、牛乳販売店、公衆浴場、商店会、郵便局、金融機関、宅配業者、薬局、 コンビニエンスストア等。11月1日現在495事業者。以上、広げよう支え合いの輪でした。続いて、支える役王子の講座、講座。ご参加ください。1、パソコン講座、エクセル。1月8日金曜午後1時30分から3時まで。対象、区内在住の方5名。内容、 エクセル表計算等2パソコン講座ワード1月22日金曜午後1時30分から3時まで内容ワード文章作成の基礎対象区内在住の自主活動グループのメンバー5名3ストレッチ 3B 体操1月22日金曜午後1時35分から2時25分までと 午後2時時分分から3時20分まで対象区内在住の方各階10名内容ボールベルベルダーを使い音楽に合わせて筋力を鍛えながらストレッチ4写真で見せる新聞作り講座1月27日2月10日17日いずれも水曜午前10時から午後0時10分まで全3回対象 国内在住の方8名。内容、写真の撮り方、記事の書き方、編集を学び、支える新聞を制作。写真があります。5. 周年イベント。今年は多彩な講座と高齢者等支援団体の発表があります。講座は申し込みが必要です。参加者には支える薬王寺で育てた鉢植えの花のほか、ご希望の方には 午前10時から午後0時15分はアートバルーン午後1時から3時30分はロゴ入り名刺を差し上げます写真2枚支える薬王子で育てた鉢植え花を配る様子とキャプションがあります写真終わり日時対象内容2月6日土曜午前10時から11時は 区内在住の未就学児と父親6組パパと遊ぼうアートバルーン高齢者等支援団体による絵本の読み聞かせ午前10時15分から11時30分は区内在住の3歳から6歳のお子さんと保護者4組ちびっこ集まれ高齢者等支援団体によるボッチャコグニサイズ新宿生き生き体操体験絵本の読み聞かせ 午前11時30分から午後0時15分は、区内在住の未就学児と父親6組、パパと遊ぼう親子遊び。午後1時から2時30分は、区内在住のおおむね60歳以上10名、講座100まで元気、健康長寿の秘訣、講師は佐藤間香菜子、理学療法士と、高齢者等支援団体による、 体元気体操とごっくん体操体験午後1時15分から3時30分は区内在住のおおむね50歳以上9名講座感染症流行期心の健康を保つヒント講師は森山典子日本赤十字社東京支部看護師と高齢者等支援団体による抗菌アロマハンドジェル作り体験1から5共通 会場申し込み。1は1月5日火曜。2、3、4は1月8日金曜。5は1月21日木曜までに、電話または直接支える薬王寺へ。市ヶ谷薬王寺町51。電話33532333。土曜日曜祝日を除く午前9時から午後6時まで。応募者多数の場合は抽選。 5の午後の講座は初めて来館する方を優先します。4福祉のコーナー2件まず「任意貢献講座青年貢献相談会」講座「将来」のこと考えてみませんか日時内容定員1月29日金曜1「任意貢献講座」午前10時から12時まで「任意貢献制度の仕組み」 利用までの流れ。講師は小野田智恵弁護士。30名。2、青年貢献相談会。午後1時から1時45分までと午後2時から2時45分まで。弁護士司法書士による個別相談。4組。会場、牛込タンス地域センター。対象、区内在住在勤在学の方、区内在住の方の親族。申し込み。 任意貢献講座は1月21日木曜までに成年貢献相談会は1月4日月曜から電話かファクス電子メール記入例のほか区内在住在勤在学区内在住者の親族の別ファクスで申し込みの方はファクス番号を記入または直接成年貢献センター高田馬場1の1 7の2 0電話5 2 7 3 4 5 2 2 fax 52733082email skc-shinjuku-shakyo.jpa 任意貢献講座は応募者多数の場合は抽選し落選した方にのみご連絡します青年貢献相談会は先着順次、身近な党とのお付き合い講座講座 1>, 1月28日木曜午後1時30分から3時まで。対象、区内在住の50歳以上10名。内容、糖の消化吸収、効果効能、糖と上手に付き合う食事の取り方ほか、講師は石坂智美、東京都栄養士会栄養ケアステーション管理栄養士。会場を申し込み、1月7日木曜から、 電話33779380または直接日新宿シニア活動館へ先着順以上福祉のコーナーでした続いて高額障害福祉サービス等給付費を払い戻します申請書は1月上旬に発送します払い戻しには申請が必要です該当する方には区から1月上旬に各申請書を発送します 対象期間、令和元年8月から2年7月利用分。対象払い戻し金額。1、住民税課税世帯で、障害福祉サービス等を利用する方が複数いる。または、介護保険サービスを合わせて利用した月の利用者負担額の合算が基準額を超えた場合、超えた分の金額。2、住民税非課税世帯で、 65歳に到達するまでの5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス、居宅介護、短期入所等を利用していた場合、一定の要件あり、介護保険サービス、訪問介護、通所介護等で支払った利用者負担額。なお、2に該当する方で、60から65歳の間に新宿区に転入した場合はお問い合わせください。問い合わせ。 障害者福祉課経理係。電話52734520。f クス3 2 0 9 3 4 4 1へ。5。全世代向けの多彩なイベントのコーナー5件。まず、琵琶語りイベント。1月17日日曜午後2時から4時まで。対象、区内在住在勤在学の方40名。曲目、善事と正宗。 船弁慶。会場申し込み、往復はがきに記入例の通り記入し、1月9日必着までに大久保地域センターへ。郵便番号169-0072、大久保2-12-7、電話3209-3961。応募者多数の場合は抽選。次、新宿 NPO 活動基礎講座、講座。1、町づくり講座。 ローカルデザインの視点から地域を応援するノウハウを学ぶ1月23日土曜午後1時から5時まで内容効果的に地域課題を解決するローカルデザインの全国各地での実践事例とノウハウを紹介講師は鈴木輝隆、江戸川大学名誉教授ローカルデザイン研究所ビーンズ代表。2 NPO のための PR 活用講座 PR 視点のコミュニケーション1月26日と2月2日いずれも火曜午後6時45分から8時45分まで全2回内容広報 PR の概要と基礎的な知識実践する際に注意すべきポイント講師は天野渡る株式会社ベクトル PR プロデューサー 1>, 1と2共通。費用2000円資料代。会場申し込み。12月27日日曜から、電話かファックス電子メール。記入例のほか希望講座12の別を記入。で、新宿 NPO 共同推進センターへ。電話53861315。ファックス5 3 8 6 1 3 1 8 e メール h i r o b a マーク s-hyphen-npo-net.dot-net。先着二十名。オンラインでの受講もできます。一にいずれも二千円。詳しくは新宿 NPO 共同推進センターホームページでご案内しています。次シニアゴルフコースレッスン会イベント。一月二十九日金曜午前七時三十分から午後三時三十分まで。 会場東京五日市カントリークラブあきる野市網代745対象区内在住在勤のおおむね60歳以上5組15名内容1組3ホールごとのコースラウンドレッスン講師は三浦達也日本プロゴルフ協会東京五日市カントリークラブ所属プロゴルファー費用1000円 別途プレイ費等15,959円が必要申し込み12月28日月曜から電話かファックス電子メール記入例のほか参加者全員の生年月日を記入で新宿区ゴルフ連盟事務局電話63021571ファックス6 3 0 2 1 5 7 2 e メール s g r マーク dream.ocn.ne.jpa 先着順次、四谷音楽祭ベートーヴェンを楽しもうイベントベートーヴェン生誕250周年1月31日日曜午後1時30分から4時まで会場四谷区民ホール内容音楽ライター片桐拓也によるトークとピアノ生演奏 カラヤン式公共局第9番合唱の上映申し込み1月17日出着までに往復はがき記入例の通り記入または直接四谷地域センターへ郵便番号160-8581内藤町87電話3351-3314定員150名全指定席応募者多数の場合は抽選 次、バドミントン大会イベント。男女別団体戦。2月14日日曜午前9時から午後7時まで。会場新宿スポーツセンター。対象、区内在住在勤の15歳以上、中学生は不可。区バドミントン連盟登録者300名。1チーム6名以上。内容、3ダブルス1部から4部。 四部は60歳以上と初心者。費用1チーム6,000円連名未登録者1人につき500円を加算申し込み所定の申し込み書新宿スポーツセンター新宿コズミックセンターで配布2記載の方法で費用を振り込み封書申し込み書と振込明細書の写しを同封で1月19日筆着までに 区バドミントン連盟、もち久きく郵便番号161-0034。上落ち合の1-20-2。電話090-2631-3244。応募者多数の場合は抽選。以上、全世代向けの多彩なイベントのコーナーでした。続いて、ワクワクスポーツ体験プロジェクト。新宿区吉本、陸上教室、イベント。 早く走るための総力アップ講座2月6日土曜午後1時から2時45分まで受付は午後0時30分から会場新宿ここから広場多目的運動広場雨天時は新宿コズミックセンターで実施します講師塚原直樹北京オリンピック 4×100m リレー銀メダリスト 100メートル走の自己記録は10.09秒写真がありますゲスト司会写真があります左からフルーツポンチ大西ライオンゲスト菊池嘘つかない司会いずれも吉本芸人トークショーと実技の二部構成の教室です トークショーでは塚原さんの子供の頃やオリンピックでメダルを獲得した際のお話などを伺います。実技ではスタートの仕方、綺麗な走り方など、早く走るためのコツを教えます。感染予防対策として手指消毒やトークショーの際のマスク着用等をお願いします。対象小学生60名。申し込み電話かはがきファクス。 記入例のほか、50メートル層の自己記録。年齢、学年。お持ちの方は電子メールアドレスを記入。で、1月15日午後6時必着までに、吉本工業株式会社ワクワクスポーツ体験プロジェクト事務局。郵便番号160-0022新宿5-18-21。電話3209-8197。 ファクス3209-8264へ、同事務局ホームページからも申し込めます。応募者多数の場合は抽選し、1月18日月曜以降に結果を郵送電子メールでお送りします。定員に空きがある場合は、1月19日火曜から電話かファクスで受け付けます。先着順。区の担当課、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、 電話52734358ファクス527335906子ども教育のコーナー1件特別支援学級新宿養護学校連合作品展イベント心豊かに伸びやかに1月14日木曜から26日火曜午前9時から午後5時まで会場新宿文化センター内容 児童生徒の図画工作書者ほか、三加校新宿養護学校愛実小学校若竹学級、東富山小学校若草学級、花園小学校新園学級、落合第二小学校若葉学級、柏木小学校白葉学級、四谷中学校新園学級、日新宿中学校飯組、新宿中学校 若草学級問い合わせ教育支援課特別支援教育係電話32323074へ以上「子ども教育」のコーナーでした続いて「みんなの区民ギャラリー展ワークショップ」講座ご参加ください1牛乳で文字を書く書いた作品は後日お渡しします2月9日火曜午後2時から3時30分まで 費用400円協力「大道諸学院新宿支部商法会」「2」「彩色水墨画」「早春の花をはがきに描く」「2月10日水曜午後2時から3時30分まで費用300円」講師「公私野党講演国際諸賀連盟副理事長」「3」「いけばな体験」「2月11日祝日」 午後2時時分から3時30分まで費用1000円協力加道英月小風流新宿地区英月会4ドライフラワーでスワッグ2月12日金曜 A 午後2時から B 午後3時から内容花や葉を束ねて壁にかける飾り作り費用400円協力エコギャラリー新宿サポーターチーム 1> 1から4共通、会場申し込み、往復はがき電子メール記入例のほか4は希望時間 AB の別を記入で1月23日出着までに区民ギャラリーへ郵便番号1 6 0の0 0 2 3西新宿2の1 1の4新宿中央公園内電話3 3 4 8六6 2 7 7ファックス3 3 4 4四4 4 3 4 E メール「info a アットマーク」sh j「SHINJUKU ec」-ecocenter.jpa 区民ギャラリーホームページからも申し込めます1から3は定員10名4は各会10名応募者多数の場合は抽選7図書館の催し講座7件まずふるさと新聞展示会 1>, 1月9日土曜から31日日曜まで12日火曜18日月曜21日木曜25日月曜は休館内容全国各地の主な地方紙の元日号と各地方に関する図書の展示会場問い合わせ中央図書館電話33641421へ次下落合アカデミアンナイト 1>, 1月22日金曜午後7時から8時30分まで対象18歳以上15名内容「民間の保険と国の制度の上手な利用法」講師は定影泰俊ファイナンシャルプランナー会場申し込み12月27日日曜から電話33686100または直接下内合図書館へ先着順次 時事講座コロナ時代2年目記者が最新情報を徹底解説1月23日土曜午後1時30分から2時30分まで対象高校生以上15名内容感染の実態や効果的な予防策ワクチン開発など世界の動向を解説講師は渡辺敦史毎日新聞科学環境部長 会場申し込み1月6日水曜から電話32082431または直接鶴巻図書館へ先着順次「くるくるコマを作ろう」1月23日土曜午後2時から2時45分まで会場北新宿障害学習館対象小学生までのお子さんと保護者10名内容木製のコマに色付け申し込み 12月27日日曜から電話3365-4755または直接北新宿図書館へ先着順次子供読書リーダー講座図書館員体験日時内容本の修理などをしよう1月24日日曜午前10時から12時まで2月7日日曜午後1時45分から3時45分まで ポップを作ろう。1月24日日曜午後1時45分から3時45分まで。2月7日日曜午前10時から12時まで。会場中央図書館。対象小学4年生から中学生。各回10名。申し込み。1月7日木曜から電話33641421。または直接子供図書館中央図書館内へ。先着順。 次「新春初笑い富山寄せ」「桂千翔独演会」「1月24日日曜午後2時から3時30分まで会場富山障害学習館」「申し込み1月5日火曜から電話3 2 0 7 1 1 9 1または直接富山図書館へ先着30名」次「次本と絵本の講座科学の本を楽しもう」 1>, 1月27日水曜午前10時から11時30分まで会場中央図書館対象小学生までのお子さんの保護者ほか20名講師近藤紀美子日本子どもの本研究会科学読み物研究会申し込み1月5日火曜から電話33641421または直接子ども図書館へ先着順。 お知らせ四ツ谷図書館ブックポストの一時移転四ツ谷特別出張所等区民施設の工事に伴い一時移転します。問い合わせ中央図書館電話33641421へ移転期間1月6日水曜から6月30日水曜まで移転先四ツ谷特別出張所御苑側自転車置き場現在のブックポストの右手奥です。 以上、図書館の催しでした。ここでテープ第1巻を終わります。引き続き第2巻をお聞きください。なお、お聴きください。なお、お聴きください。さい新宿区役所発行声の広報令和2年2020年12月25日発行第2341号テープ第2巻 a 面82020新宿区西この1年。 新宿力で創造する安らぎと賑わいの街。令和2年が間もなく終わります。区の1年の取り組みを振り返ります。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話52734064、ファクス52725500へ。4月、四ツ谷スポーツスクエアがオープン。スポーツ、文化的活動。 総合交流の拠点としてオープンしました外観と多目的ホールの写真があります6月新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する条例を施行障害がある方のコミュニケーションの充実を図り障害の有無に関わらず誰もが互いに人格と個性を尊重し合いながら 生き生きと暮らし続けられる共生社会の実現を目指し試行しました写真区ホームページで同条例を手話動画字幕付きで配信新宿区聴覚障害者協会,会会長秋山清という字幕と手話をする男性です写真終わり七月新宿中央公園芝生広場エリアをリニューアル交流拠点施設がオープン 誰もが足を運びたくなる都心のオアシスにすることを目指し、新宿中央公園の芝生広場エリアをリニューアルしました。写真が2枚あります。1枚目、リニューアルした芝生広場エリア。2枚目、コーヒーストア、レストラン、アウトドアフィットネスクラブが入った交流拠点施設、宿の場。写真、終わり。7月、 新宿駅の東西自由通路が開通。新宿駅周辺の歩行者の回遊性を向上させるため、新宿駅東西の街をつなぐ自由通路が開通しました。また、東西自由通路の開通に合わせて、新宿駅東口駅前広場が整備されました。自由通路の写真があります。撮影協力、東日本旅客鉄道株式会社。 9月、補助第72号線が全線開通。全線開通により、並走する明治通りや小滝橋通りの混雑が緩和され、周辺の生活道路への交通流入が減少し、地域の安全性が向上するほか、震災時等には避難経路や緊急車両の主要ルートとしての役割を担います。写真が2枚あります。1枚目、新大久保駅付近。 2枚目、補助72号線と植安通りの交差点北側の状況。写真終わり。10月、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例を全面施行。すべての人が円滑に利用することができるまちづくりを推進することで、年齢、性別、国籍、個人の能力等によって、 分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを目的に制定しました写真が2枚あります1枚目操作しやすい大きなボタンや展示安心できる回数の表示エレベーターのパネルです2枚目多機能トイレ誰でもトイレと書かれたサインボードもあります写真終わり11月新宿区と クリアソン新宿が包括連携協定を締結区と新宿区サッカー協会代表チームクリアソン新宿は地域社会の発展スポーツの振興多文化共生の推進等のための包括連携協定を締結しさらに連携を深めることでスポーツ振興や多文化共生健康づくりなど新宿の街の発展につなげていくこととしました。 写真が二枚あります。一枚目、協定書にサインする吉住区長。二枚目、協定締結式の様子。男性が四人写っています。写真、終わり。新型コロナ感染症対策に取り組んだ一年。一月。新型コロナウイルス相談電話を設置。保健師などの相談員が。 区民等の新型コロナに関する相談に応じる専用電話を設置しました写真があります電話での相談に応じる保健所職員写真終わり2月新型コロナウイルス感染症対策本部を設置庁内の連携を強化し迅速かつ適切な対応を図るため設置しました4月新型コロナウイルス検査スポットを開設 国立国際医療研究センター新宿区医師会への委託により新型コロナウイルス検査スポットを開設し PCR 検査体制を強化しました検査スポットトののテントの写真があります。6月第1回繁華街新型コロナ対策連絡会を開催区と繁華街の事業者等が感染拡大防止対策に関する情報共有をしながら 新型コロナ対策に協力して取り組んでいくことを確認しました7月には第二回目の連絡会を開催しました会議の様子の写真があります7月、繁華街新型コロナ感染拡大防止キャンペーンを実施区と繁華街の事業者、東京都、国が連携し警察の協力を得て歌舞伎町地区の接待を伴う飲食店 約300店舗を個別訪問し、感染拡大防止の徹底への協力を依頼しました。写真があります。店舗に配布したチラシ。写真終わり。11月、感染症対策講演会を開催。冬場の感染症対策に向けた飲食店への普及啓発を目的に実施した講演会では、新型コロナ感染対策等の説明がありました。 写真が二枚あります。一枚目、参加店に配布したステッカー。二枚目、新宿区新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーの砂川氏。写真終わり。以上、二千二十新宿区生この一年でした。九、新型コロナ関連情報。詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。 ひとり親世帯、母子、父子等の方へ。ひとり親世帯臨時特別給付金、基本給付を再支給します。問い合わせ、子ども家庭科育成支援係、本庁舎2階、電話、5273-4558へ。ひとり親世帯の支援のため、新宿区からすでに基本給付の支給を受けている方に、再度基本給付と同額を支給します。 申請不要。対象となる方には年内に支給します。給付金額、1世帯5万円、第2子以降、1人につき3万円、対象、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方、児童扶養手当の受給資格はあるが、公的年金給付等を受けていることにより、手当の支給対象とならなかった方、 平成30年分の所得が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限るで、すでに基本給付の支給を受けている方。新型コロナ感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった方で、すでに基本給付の支給を受けている方。ひとり親世帯臨時特別給付金の申請をしていない方へ。 申請期限は二月二十六日筆着です。申請方法、再支給分を含む等詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。新型コロナの影響を受ける中小企業、個人事業主の方へ、専門家活用支援事業対象期間、申請期間を三月三十一日まで延長します。問い合わせ 産業振興課産業振興係、電話33440701へ。区内中小企業者、個人事業主が、今後の反則計画や、事業再興に向けた事業計画の策定、各種補助金、給付金等の支援制度を適切に利用するために、専門家を活用した際にかかる費用の一部を助成します。助成限度額、1社につき10万円。 各種補助金等の申請支援は1件につき2万4000円以上、新型コロナ関連情報でした続いて、四ツ谷税務署新宿税務署からのお知らせ令和2年分の確定申告書作成会場ルミネゼロ渋谷区千田谷5-24-55ニューマン5回2月16日火曜から3月15日月曜まで開設予定 では、混雑回避のため、入場整理券をお配りする予定ですなお、入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります詳しくは、広報新宿後の号でお知らせしますコロナ禍の確定申告は、ご自宅からパソコン、スマホで e-Tax e-Tax を利用するためには、1. マイナンバーカードと IC カードリーダーライター またはマイナンバーカード対応のスマートフォンを準備する方法と 2ID とパスワードを税務署で取得する方法があります1または2の準備ができたら国税庁ホームページの確定申告作成コーナーから e-Tax で申告できます問い合わせ四谷税務署電話3359-4451新宿税務署電話6 7 5 7 7 7 6へ 続いて令和2年分の公的年金等の源泉徴収票をお送りします。1月中旬から順次発送します。令和2年中に老齢退職を支給自由とする年金を受け取った方に日本年金機構から源泉徴収票をお送りします。源泉徴収票は受け取った年金の総額や年金から差し引いた所得税額などをお知らせするもので。 確定申告や税金の還付請求の際に添付する必要があります。紛失した時などは再発行できます。なお、障害年金、遺族年金は課税されないため、源泉徴収票は発行されません。問い合わせ、年金ダイヤル057005-1165050から始まる電話からは036700-1165新宿年金事務所 電話5 5へ10詐欺被害防止一言アドバイス被害の防止に向けて電話に出ないための3つの切り札留守番電話機能自動通話録音機迷惑防止機能付き電話機特殊詐欺被害に遭わないためには犯人からの電話に出ないことが重要です 警察は犯人からの電話に出ないために次の3つを推奨しています。1、留守番電話機能を設定し、メッセージが残されたことを確認して折り返す。2、自動通話録音機を設置する。写真があります。3、非通知や登録していない番号からの着信を警告ランプや音声で知らせる機能などがある、迷惑防止機能付き電話機を活用する。区では、 区内在住のおおむね65歳以上の方がいる世帯等に2の自動通話録音機を無料で貸し出しています録音機を設置すると通話内容を録音することを発信相手に知らせ自動的に通話を録音します犯人は自分の声が録音されることに抵抗を感じるため被害防止に効果があります貸し出しの申し込みは区危機管理課 区内四警察署で受け付けています。詳しくはお問い合わせください。警察署代表電話。牛込三二六九零一一零。新宿三三四六零一一零。戸塚三二零七零一一零。四谷三三五七零一一零。問い合わせ。空気管理課危機管理係。本庁舎四階。電話五二七三三五三人。 ファクス3209-4069へ区内の特殊詐欺被害認知件数11月特殊詐欺の主な種類件数の順ですオレオレ詐欺1件預貯金詐欺0件還付金詐欺3件架空料金請求詐欺0件キャッシュカード詐欺等1件合計5件区危機管理課調べ以上 詐欺被害防止一言アドバイスでした続いてマイナンバーカードの交付を申請していない方へマイナンバーカード個人番号カード交付申請書が郵送されます十二月三十日から三月マイナンバーカードの交付を申請していない方を対象に地方公共団体情報システム機構から個人番号カード交付申請書が封筒で郵送されます 12月30日水曜から3月に地域ごとに順次住民票の住所地以外に転送されない普通郵便で郵送されます。封筒の見本があります。交付申請書はマイナンバーカードを郵送またはスマートフォン等オンラインで申請する際に利用できます。次の方には郵送されません。今年度中に後期高齢者広域連合の非保険者証を更新した方、 今年中に出生転入した方、在留期間の定めのある中長期在留者等やむを得ない理由により居所情報を登録している方マイナンバーカード全国のコンビニ等で住民票の写しなどの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが利用できるほか3月予定からは健康保険証として利用できるようになります。 問い合わせマイナンバー総合フリーダイヤル0120950178外国語対応は0120-017827いずれも月曜から金曜午前9時30分から午後8時まで土曜日曜祝日午前9時30分から午後5時30分まで12月29日火曜から1月3日日曜は休み区の担当課 戸籍住民課、住民記録係、本庁舎1階、電話52733601へ。区役所本庁舎1階、戸籍住民課で、マイナンバーカードをオンライン申請する方を、区がサポートします。マイナンバーカードオンライン申請サポートサービス。マイナンバーカードの交付申請を希望する方に、区が申請に必要な写真撮影から、 申請ままでの手手続きをお手伝いします順次ご自宅に郵送される個人番号カード交付申請書をお持ちいただくと申請書に記載のある QR コードの読み取りにより申請書への記入が不要になりすぐにサービスが利用できますなお個人番号カード交付申請書をお持ちでない方は QR コード付き申請書を窓口でご請求ください対象新宿区に住民登録のある方 必要書類、運転免許証、パスポート、健康保険証等の本人確認書類、受付時間、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時まで、毎週火曜は午後7時まで、毎月第4日曜、午前9時から午後5時まで、受付場所、問い合わせ、戸籍住民課、住民記録係、本庁舎1階、電話、 52733601へ2月13日土曜、マイナンバーカードの交付窓口を臨時開設します。マイナンバーカードの受け取りには事前予約が必要です。詳しくは、マイナンバーカードの交付申請後に届く、交付通知書に同封の案内をご確認ください。開設日時、2月13日土曜午前9時から午後5時まで、 解説場所問い合わせ戸籍住民課住民記録係本庁舎1階電話52733601へここでテープ第2巻 A 面を終わりますそのまま裏返して引き続きお聞きくださいおきくださいおきくださいテープ第2巻 B 面11区関連観光所情報3件まず 子供芸能体験広場イベント1月30日土曜開催プログラム時間1三味線2狂言3落語4和妻午後1時20分から2時20分まで午後2時50分から3時50分まで5日本舞踊午後1時から2時20分まで 午後2時50分から4時10分まで。会場、芸能家電車、日新宿6-12-30。対象、小学生。いずれのプログラムも各回20から30名程度。主催申し込み。はがきで保護者について記入例のほか、お子さんの氏名、学年、希望のプログラム、1から5の別、と希望時間を記入し、1月17日,日、失着。 までに子ども芸能体験広場実行委員会へ郵便番号160-8374日新宿6-12-30日本芸能実演家団体協議会内電話5909-3060日本芸能実演家団体協議会ホームページからも申し込めます応募者多数の場合は抽選し 結果は全員に1月22日金曜頃お知らせします次東京都都市計画審議会2月3日水曜午後1時30分から会場東京都庁申し込み傍聴を希望する方は往復はがき1人1通に記入例の通り記入し1月13日水曜消印有効までに東京都都市整備局 都市計画課計画管理担当へ。郵便番号163-8001。日新宿2-8-1。電話5388-3225。定員15名。応募者多数の場合は1月20日水曜に東京都庁で公開抽選します。不議予定案件等、詳しくはお問い合わせください。東京都都市整備局ホームページでもご案内しています。 なお個人のプライバシーに関わる案件は会議が一部非公開となる場合があります次遺言書を法務局に預けられます実質証書遺言書保管制度をご利用くださいご自身が書いた遺言書を法務局に預けることで紛失や書き換え等のトラブルを防ぐことができます手続き方法や必要書類等 制度について詳しくはお問い合わせください。法務省ホームページでもご案内しています。問い合わせ東京法務局共宅課電話五二一三一四四一へ。以上区関連観光所情報でした。続いて人材募集のコーナー一件。勤労者仕事支援センター臨時職員フラット新宿新宿コズミックスポーツセンター店 四ツ屋店で勤務していただきます職種店舗運営等管理員物販店舗対象販売接客経験があり障害者若年非就業者等の就労支援に理解がある方若干名勤務日時午前9時30分から午後6時45分の間で1日5時間勤務シフト制です。 土曜日曜祝日の勤務もあります。採用日、合格通知日の翌月または翌々月。報酬時給1050円。選考、1時は書類、2時は面接。申し込み、履歴書、職務経歴書を1月15日必着までに郵送で勤労者仕事支援センター、コミュニティ事業会、郵便番号160-0022、 新宿7-3-29仕事棟1階電話5273-3852続いてスマートフォンタブレットで区政情報をご覧いただけます地域情報サイト「マイこほうマイいこホうシウェブサイト https://mykoho.jp スラッシュ」 自治体の広報誌を記事ごとに編集して掲載する情報サイトです QR コードがあります興味のあるカテゴリーを登録するとサイト内から記事を効率的に探せますアプリま色、い色の便利な機能広報新宿を閲覧でき最新号の発行を通知します子ども健康など希望する分野の新着情報を通知します ご利用いただくには、一、アプリをダウンロード、QR コードがあります。二、地域を新宿区に設定。三、関心のある分野等を選択。設定完了、利用スタート。問い合わせ、区政情報課広報係、電話、五二七三四零六四へ。十二、区民保養施設の利用申し込み。 箱根辻つ荘つグリーンヒル八ヶ岳4月から5月6日宿泊分受付窓口電話新宿区保養施設受付本庁舎1階電話52733881受付日時月曜から金曜午前9時から午後5時まで土曜日曜祝日等は株式会社日本旅行電話53693902へ 午前10時から午後6時まで電話受付のみ来庁は控え電話でのお手続きにご協力をお願いしますなお12月29日火曜から1月3日日曜は窓口電話いずれも受付を休止します新型コロナ感染拡大防止のため当面の間客室数を減らして営業します抽選区民抽選予約 区内在住の方の方み申し込めます。申し込み期間1月1日から12日必着申し込み方法受付窓口特別視聴所障害学習スポーツ課で配布の抽選はがきでお申し込みください。1月20日水曜頃までに結果通知が届かない場合は受付窓口へお問い合わせください。空き室予約、抽選後。 抽選後の空き室は区内在住の方のみ申し込める区民優先予約当選者を含むどなたでも申し込める一般予約の順にそれぞれ先着順で電話か受付窓口で予約を受け付けます空き室の状況は受付窓口特別視聴所のほか株式会社日本旅行の空室情報ホームページ http:// ntasports.net スラッシュ shinjukuku スラッシュでも確認できます申し込み開始日区民優先予約は一月二十一日木曜一般予約は二月一日月曜なお箱根つつじ荘に宿泊する方には小田急線の運賃割引証を発行しますまた利用のご案内 区民保養施設ハンドブックは、抽選はがきとともに、受付窓口、特別出張所、障害学習スポーツ課で配布しています。区の担当課、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、電話、五二七三四三五八。以上、区民保養施設の利用申し込みでした。続いて、暮らしのコーナー二件。まず、消費者講座。 チョコレート作りを通じてフェアトレードを学ぶ講座新宿消費生活センター委託事業2月6日土曜午前10時から12時まで会場新宿消費生活センター分館高田のパパ1-32-10対象区内在住在勤在学の18歳以上15名内容 チョコレート作りを通じて身近な食品の生まれた背景を知って日常生活を振り返る講師は NPO 法人アプラ費用500円材料費申し込み往復はがき電子メール記入例のほか年代を記入で1月18日出着までに全国消費生活相談員協会事務局へ郵便番号103-0012 中央区日本橋掘留町二の三の五グランドメゾン日本橋掘留一0一電話五六一四零五四三 e ー a i l shinjuku-uketuke-zenso.or.jpa uk ハイフンアットマークドットドット応募者多数の場合は抽選次エコギャラリー新宿一月の展示 イベント展示時間はお問い合わせくださいなお12月28日月曜から1月3日日曜は休み区民ギャラリー日程1月20日水曜まで内容「緑のカーテン展環境カレンダー展2021新宿の花緑いっぱい写真展2020新宿区環境絵画環境日記展2020受賞作品展」 環境学習情報センター1月16日土曜から2月28日日曜まで内容「素敵なカレンダーを捨てるなんてもったいない」キャンペーン企業で余ったカレンダーを差し上げます数に限りあり会場問い合わせエコギャラリー新宿電話33486277へ続いて区長年頭の挨拶 ケーブルテレビの広報番組1月放送新春特別番組1月1日祝日から15日金曜まで JCOM チャンネル港新宿11チャンネルで放送令和3年を迎え吉住区長が令和2年の振り返りや今後の取り組みへの抱負を語ります今回は区長の年頭の挨拶のほか 区民の方の新年の目標をインタビューし紹介しますまた区長が書き初めに挑戦しますのでお楽しみに写真3枚うち2枚は4月にオープンした四谷スポーツスクエアで対談とあります番組の放送10分番組午前9時から午後6時30分から午後11時からの毎日3回放送します なお番組は新宿区ホームページでも動画配信しますまた1月8日金曜から区政情報センター本庁舎1階区立図書館所蔵は中央四谷下内合図書館のみで DVD を貸し出します問い合わせ区政情報課広報係電話52734064へなおケーブルテレビの受信については JCOM 東京 電話零一二零九一四零零零へ。以上で声の広報令和二年二千二十年十二月二十五日発行第二千三百四十一号を終わります。担当は杉山美鈴、山崎珠代でした。